します。はい、入ります。はい、犬が歩けば棒に当たり、人が歩けば音楽に出会う。あらゆるシーンにまつわる旬な音楽情報をお届け。多角面から人と音楽をつなぐこのコーナー。その名も、Music Connection。コネクション。あ、響いた。響いた。ラッキー。こんにちは。こんにちは。さあ、今回も始まりました。はい、人と音楽をカチッとつなぐこのコーナー、Music Connection。はい、始まりましたね、雨の中。うん、ね、見てください、これ大雨。ちょっと本当に、お外にいる方気をつけてくださいね。電車止まったりもしますので、ね、本当に止まったりしてるのでね、ぜひ足元に気をつけてね、お出かけしていただけたら、ご用のない方は早く帰ります。そうですね、はい、さっき出られなかったけどね、お家でラジオ聞いてください。そうぜひ聞いていただきたいと思います。はい、さあ今日は、さあ今日はですね、ゲストさんにね、お迎えした方、ちょっとね、すごい方呼んじゃってるんですね、今回は。なんか素敵な方が目の前にいるわ。ちょっと見えてますか？見えてますよ。それ見えてますよね、スタジオだからね。さあ、ご紹介いたします。はい、はい、数々のメジャーアーティストさんのですね、編曲、そしてアレンジ、そしてですね、最近ではファイナルファンタジーのですね、ゲームの、人気 RPG ゲームの中の挿入歌をですね、担当しております。編曲家、作曲家の本日は伊藤健さんにお越しいただいております。どうぞよろしくお願いします。健さん、よろしくお願いします。いやいやいや、どうぞお越しいただいてありがとうございます。どうもどうも、どうもどうも。見てください、ちょっとなんかこう独特な雰囲気がね独特な雰囲気。どうもどうも、まあ、簡単にね、自己紹介しますと、本当にね、いろいろなこうアーティストさんから、まあ、さ、過去のですね、実績ですと、広瀬香美さんの編曲ギターでしたり、はい、ピストルバルブさんのですね、はい、編曲ギターのアレンジでしたり、まあ、本当ゲームでしたりアニメーション動画の、ね、主題歌とかもやってらっしゃって、はい、本当多岐にわたっていろいろ参加されてるってことなんですけど、はい、ね、え、実はケンケンと自分は大学の、そうなんですよね、ねえ、同級生だっていう、ねえ、いや、お久しぶりですね。お久しぶりですね、本当に嬉しいね、でもそんな久しぶりにラジオの現場で。そうなんですよね、ほとんど本当に気づいたらもう、我々も30に、もうすぐね、ね、もうちょっとやね、もうちょっとやね、うん、もう周りからいろいろ言われてるけどさ若い、まだ30、だからでございますよ。そう、ね、まあ、そんなこんなでですね、まあ、いろいろ活動して活躍してるんですけれども、はい、ね、ケンケン結構今あれですか、スタジオワークとかでも大変な、うん、時期ですか、結構ミックスとかも。そうです ね、もうランダムで忙しさは変わる感じなんですけど。そうですよね、結構編曲家とか作曲家さんって、うん、なんか未知なイメージあります？なんかどういうことやってんだろうみたいな。もう詰めて詰めてキーってなんかやってるからね。締め切りとか、ね、そんな感じですか。そんな感じですね、常に締め切りがあって、納期があって。そうそうだよね、だってもう出る日決まったらさ、行くよって言って宣伝も始まるし、ね、主にその作業現場っていうのは、はい、まあ、例えばもうよくあるほら絵に描いたようなスタジオさんもありますよね、はい、大きなミックスの部屋とレコーディングブースに置かれてる、ね、はいはい、スタジオとか、あとご自宅でも。僕は基本的に自宅で作ってます。あ、お家でやるもんなんだ。そうですね、へー、一人でじゃあもうずっと家にいてずっと監禁されてやっぱりそうなんだね、キーってやってる。本当にそんな感じですね。変なお仕事だね。生み出すって大変だよね。うん、そうですね。何かを生み出すってね。もう、ね、まあ、それをずっとやってるんで、まあ。もう学生の時からやってらっしゃるの？そうですね。もともとその同じ大学で、うん、音楽系の大学だったので、うん、作曲家でね、その、あ、そっかそっか、コンピューターミュージックとも当時から取り扱って、そうですね。ね、そう。なんか新しい用語がいっぱい出てくる、カタカナ用語が、ね、まあ。コンピューターでも基本的に作業するので。うん、もうずっと画面を見ながら作業してます。なんかそういう作るソフトがあるんですよね。昔みたいにこうやってなんかギター弾いたりとかしながらじゃないんだ。あ、もちろんなんかギターを弾いたりとか、鍵盤を前に置けるんですけど、うんうん、それも全部パソコンとつながってて。すごい。でさ、それだからこうトラックね、編曲も、ね、編曲作曲なんで、もう総合的にやるわけじゃないですか。そうですね。撮って、そうですね、弾いてプレイバックして。はい、
このフレーズあかんってなったらもうこのフレーズあかんばっかりですよ、うん、それでどんどん換金の時間がそうそうそう トライアンドエラーをいかに繰り返せるかっていうところの戦いなんでどこまでやるかっていうことだよ ね編曲ってだってやり始めたらもうねすごく丁寧に作っていかないともう編曲はダメなんで編曲する人によってこの曲はあの人の編曲だみたいな結構特徴とかもあるの？あ、もちろんそれはありますね。そういうの仕込んでるんだ。もう友達、長い付き合いの友達とかだと、音聞いたら、あ、あの子だ。誰誰さん、やってるなと。そうだよね、でも楽器の音とかもそうだもんね。そうですね。とかね、このドラムはポンタさんだなとか、なんかそういうの分かるもんね。そうポンタさん。ごめんなさい。ポンタボックス。本当です ね, ね、まあ、ね今日、まあ、また後半戦でもね、うん、ちょっとあのレコーディング秘話とかもねあの、うん、いろいろ聞こうと思ってるんですけど今日はですね、うん伊藤健さん、ケンケンがですね、うん、あの作曲、編曲で参加している作曲じゃないです作曲じゃなくて編曲でですね参加している曲をですね一曲お届けしたいと思います。ピストルバルブさんで隣のキャラバン、どうぞ。音が少し全部トラック9です。9です。キーです。9です。ボトル9です。何でもなんてオールジャンルなんですか？割と何でもテストラック歌も歌も自分のピストルボールにされてたこういうセクションのクラスの確か今ね、3人あそんなにちゃったなんかここの番組のゲストさんね番組ってやるの？え、本当？ピストルバルブ記念日だね。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。そうなんだ。夜じゃない。そうなんだ。そうなんだ。そうなんだ。
いやいや、すごいですね。ノリノリな感じですね。かっこいい。かっこいいよ、本当に。全部、ね、トラック作ってるんだよね。まあ、その作曲の音データをもらって、うん、まあ、一つ一つ音を直していって、まあ、本人たちが吹くので、うん、そうですね、まあ、僕ができる範囲で、で、そうよね、なんか後ろのチキチキいってるのも、そうです、あ、ドラムはまた別の方に、また別の人に、レコーディングしたんですけど、総合的にでも、いやー、すごいですよ、勢いがあるし、結構、そのワンテーマで、うん、繰り返してやっていくタイプの曲なんで、はいはいはい。まあ、展開のつけ方とか、そうだよね、最後にどう盛り上げていくのかとか、そのこのクレッシェンド感というか、その盛り上げていく、そうね、その全体の流れのね、メロディー的にはそこと一緒なんで、そうだね、難しいよね、そういう構成の曲ってね、うん、そうですね、っていう感じの 曲でしたね。いかに盛り上げるかっていうところもやっぱこう腕が試されるところなんでしょうけれどもさすがプロでございますね、さすがですね。やっぱのそういうミックスしてる時にでも、うん、さっきのね長時間監禁の話があったんですけど、はい、最高でどんくらい監禁されてたっていうか、もう自分家、うん、自分家で作業してるんで、うん、20代ずっと監禁されてたよ。ちょっとね、いろいろ語弊がありますからね。20代は監禁されてましたみたいな。リアルに、うん、リアルに多分家にいた率がもう99%ぐらいだと思う。じゃあその 1% はね、結構貴重な。1% はもうコンビニですよ。コンビニ、ご飯を買いに行くっていう。ちなみにコンビニでよく買うものは何なんですか。息抜きの合間に必ず買うものみたいな。だから、うん、ハマってるのはクリームパンとか。地味ですね。クリームパンを染まりながら作業するって。日本をね、こう代表する、ね、編曲家の人はクリームパンを間に食べて、いろんな、ね、アーティストさんのお手伝いをしていると。クリームパン食べるといいアレンジができるできるよってね、まあ、甘さとかが脳にいいんじゃないかな、糖がやっぱり行き届いてね。そう、ちょっとこれチェックじゃないですか、ね、で編曲の仕事とかそういう仕事に就きたいっていう人はみんなそういう勉強を最初からするの？いや、うん、まあそれは皆さんされるんじゃないですかね。うん、作曲ってそのメロディーを作る仕事だから、一番大事なのはセンスだと思うんですよ。うんうんうん、で、そのアレンジっていうのは、もう一つ一つの音がいかに綺麗に整ってるか、リズムが綺麗に整ってるかっていうのはやっぱ勉強して学んでいくものだから、うん、もちろんセンスとかも大事ですけど、勉強することが一番大事かなと。やっぱその現場でも鍛えられていくし、うん、その自分のセンスとやっぱその対応能力とか、その、多分幅広い視野が絶対必要な。そうですね、いろんな音楽を聴いて分析して、うん、真似してみてっていうことを何回も繰り返すことで自分の引き出しを増やしていくっていう。そうなんですね。そうそう、引き出しが多くないとダメよねって思ってたの、うん、そう作る時ってね。そうですね、うん、その引き出しからどれを出そうかなっていう作業が基本なんで、うん、いやすごいですね、本当に、ね、自分たちもちょっと勉強して素敵なね、しなさいよ素敵な曲をね、ケイちゃん歌いますからね。そうですね。いや、それがこの間初めて歌聞いたんだけど。あ、そうなんですか。かっこよかったの。いや、もう昔から素晴らしい、ね、もっとかっこ歌ってほしいなと思った。本当ね、ね、歌っていきたいと思いますけど、素晴らしい、本当にちょっとね、今、うん、ちょうどこのバックの BGM に流れてる曲の告知がございまして、はい、どうぞ、はい、はい、2015年10月21日発売のですね、ちひろさんというアーティストさんですね、はい、ニューアルバム About Love から、あなたがいないのならばという曲にですね、今回伊藤健さん、編曲で参加しているということですね、はい、ぜひ皆さん10月21日は CD ショップに足を運んでいただければと思います。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。喋り残したことはないでしょうか。大丈夫です。大丈夫ですか。はい、はい、ありがとうございます。それではですね、本日は日本を代表する作曲家編曲家の伊藤健さんとともにお届けいたしました。どうもありがとうございました。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 